ビクトリア・アレクサンドロブナ・シニチナは、ロシア出身の女性アイスダンス選手。パートナーは、ニキータ・カツラポフ、ルスラン・ジガンシン。2014年ソチオリンピックロシア代表。2019年世界選手権。2018年、グランプリファイナル銀メダル。2012年世界ジュニア選手権。2011年、ジュニアグランプリファイナル優勝。 2010ジュニアグランプリファイナルで、ジガンシンと2011ジュニアグランプリファイナルで、ジガンシンと2017スケートアメリカで、カツアラポフト2019世界選手権で、カツアラポフト1995年モスクワ生まれ、1999年にスケートを始める。ルスランジガンシンとカップルを組み、2006年頃から、全国規模の競技会に出場する。 2008年から ISU ジュニアグランプリ他の国際競技会に出場。2010、2011ISU ジュニアグランプリではファイナルに進出2位となる。2011から2012シーズンはジュニアグランプリ、ジュニアグランプリファイナル、ロシアジュニア選手権、世界ジュニア選手権と出場した試合すべてで、 SD、FD1 位で優勝という成績を残した。2012から2013シーズン、シニアクラスに移行し、グランプリシリーズに参戦。ロステレコム杯では、銅メダルを獲得した。ボルボーオープンカップでは、シニアの国際大会で、初めて優勝を果たした。2013から2014シーズン、NHK 杯では、SD のリフトで落下し8位スタート。 FD でも挽回はならず、最下位の8位で競技を終えた。ユニバーシアードでは3位。ロシア選手権の表彰台は、過去3年間同じ顔ぶれだったが、エカテリーナ・リャザーノは、イリア・トカチェンコ組を破り銅メダルを獲得。ソチオリンピックの代表権がかかった、ヨーロッパ選手権ではロシアで2番目の成績を収める4位となり、代表に内定。 オリンピックでは16位、世界選手権では自己ベストを更新し7位だった。世界選手権後には自願心とのカップルを解散した。4月11日にはニキータ・カツアラ・ポフとのカップルが結成され、アメリカのミシガン州カントンでマリナ・ズエワの指導を受ける。2014から2015シーズン、ロステレコム杯では4位。 NHK 杯では2度のリフトの落下もあり7位に沈んだ。ロシア選手権では4位。2015から2016シーズン、スケートアメリカで銀メダルを獲得。ロステレコム杯では銅メダルを獲得した。ロシア選手権は SD で首位に立つも、FD のシンクロナイズドツイズルでミスを犯し、2位に順位を落とした。欧州選手権では4位。 世界選手権では9位となった。2016から2017シーズン直前に、ロシアに帰国し、オレグ・ボルコフの下で練習を始めた。それに加え、エレーナ・チャイコフスカヤの指導も受け始めた。ロシア選手権では3位となり、欧州選手権代表に選出されるも、ロシアカップルの3組重再会の10位に沈んだ。 シーズン終了後、アレクサンドル・ズーリンにコーチを変更した。2018から2019シーズン以降、ガブリエラ・パパダキス、ギオーム・シゼロン組相手に何度も苦敗を飲まされ続けていたが、2020年の欧州選手権の RD でにりながら、パパダキス、シゼロン組とはわずか0.05点差とこのペアを倒す最大の好機が訪れた。そして迎えた FD は、 カーブリフトこそ危なかったがそれ以外は安定した演武で首位に立つ。その後のパパダキス、シゼロン組にミスが相次いだことが幸いし初めてパッパダキス、シゼロン組を倒して初優勝を飾った。ありがとうございます。